1491日目ですね。1500日の日何しようかな。1500日って何日だ。あと9日後。9日後は何日。24。 OK、 ありがとう。24日か。24は何もないはず。あ、舞台稽古くらいかな。だから大丈夫そうだね。うん、何しよっかね。でもカラオケするなら周年配信でやりたいなと思ってるから、でもさ、今回のさ4周年記念配信だっけ、何したらいいと思う。何がいい。時間的には多分1時間半ぐらいの予定なんですけど、なんか作る。でもな、作るのはな、料理系はちょっといいかな。あ、あれか、1500か。1500は何作ろうかね。何したらいいんだろう。なんかもう何したらいいかもはや分かんないっていう。今私はね、頭の中でハートの脱出ゲームがめっちゃ流れてる。もうハートの脱出ゲーム歌いたくて仕方ない。マイク使って歌いたい。もう配信はカラオケ行こうかな、夜だけど。なんで急に。いや、わかんない。なんか多分さっき TikTok にね、ほんとダメなんだけど流れてきたからかな、ハートの脱出ゲームが。カラオケはね、でもカラオケしてさ、私のファンの人はさカラオケの需要あると思うけどさ、私のファンじゃない人って別に私のカラオケ絶対需要なくない。そんなめちゃ歌うまいわけでもないしさ、ただ私が一人で歌って踊って楽しそうにしてるのをさファンの人は喜ぶだけだけどさ、なんかまあ周年でまあ歌歌ったとして何がいいかね。どうしようかね。森ちゃん猫ありがとう。当たりじゃん、おめでとう。あえて何もしない。え、それね、4周年の配信の日にねあえて何もしなかったんだよね。だからなんか何もしなさすぎてあれかなと思って。26の予習でレゾゾへの人、私でもレゾゾ行った時大体あれだもんな、車両かタクシーかとかだからさそう、ちょっと道わかんない青白竹さん猫当たりありがとう。ぐるぐる回っているハートはミステリーがいっぱい。まさかこういう展開だったとは。私たちの銃弾が頭の中ぐるぐる。なんだっけ、どなただったっけ。あと今観覧車しか出てこない。私たちの銃弾わ、全然出てこない。タンプレ撮ってかもしれません。タンプレ、そう、あの待って、ファンの人からタンプレでさ、お花で届いた、お花が届いたんですよ。なんか多分お部屋とかにも飾れるおしゃれなお花かな。なんかその人のなんか誕生日とかでなんか色が決まるやつなのかわかんないけど、最近ちょっと流行ってるやつ、それのメッセージカードみたいなの書いてて、あ、なんだろうと思ってパッて見たら「ハッピーバースデー」って。あ、待って待って待って、誕生日、誕生日5ヶ月前ぐらいに終わったんやけど、ハッピーバースデー書いてて、ちょっと笑ってしまった
終わった終わった、もうまあまあ前に終わったって。銃弾バニーガール着て衣装も、いや違う、あれはねロマンス拳銃ですね。ロマンス拳、ロマンス拳銃パパンパン、あなたを狙ってパパンパンみたいなやつ。そう、銃弾ではないかな。誕生日の賞味期限長すぎて、本当にそう、一生誕生日あ、前から気づいてた、ずっと噂の正体、これか。気になどするものか、これだ。邪魔をされたくないこれ今踊ったことないの。どこかで今聞こえてきた中なんかもう私より七期生ちゃんの方がもう一歩先行きましたね。今日のクリナコーラで、あんまりいいかもクリナでやろうと何でやろうとあんまり変わんなかったうん今欲しいものってあったり、400回出演や短編の参考にしたい。今欲しいものはでもずっと言ってるけど iPhone ケースなんだよなでもなんか私ちょっと落ち込んじゃった今日なんか自分自身ダメだなと思って落ち込んじゃった。15 Pro、 うん15 Pro、 でも欲しいのがあるもんな、もうなんか落ち込んじゃった。私なんかなんだろうな、やっぱなんかこんなので選抜入りたいとか言っちゃダメなんだろうなってめっちゃ思っちゃった。でも今日あんまり言いすぎると私今日のメンタル的に絶対泣いちゃうからあんまり言えない。言ったら多分泣きを泣く私の心がそう言っている。なちゃん今日は言いすぎたらダメだよ、多分今のりなちゃんは泣いちゃうよって絶対言ってるから、あんまり深く言ったら泣いちゃう。あれやん、アイス持った熊のタワーありがとうなこれなんていうのが正解なんだろう。アイス持った熊ありがとう。なんかダメだなって思った本当に。こんな、なんか人気ないんだろうなって思っちゃった。ただなんか大分でありがたいことにお仕事たくさんさせてもらって、ほんとマジでうぬぼれてんだろうなって思った自分自身が。選抜入りたいって思うのもなんていうの、待ち上がり2番手もらったのも結局歴を重ねたからなのかなとかずっと思っちゃった、踊りながら。だからコールも私のファンの人はめっちゃ頑張ってくれるけど、別に私の名前呼びたいなっていう人は別にそんな多くないし、なんかなんだろうね、この程度のくせになんかいろいろそんな言っちゃいけないんだろうなって思っちゃった。難しいですね、やっぱ歴重ねちゃう。変に歴重ねたからこそだし、先輩がいなくなったからこそ、いなくなっていく言ってるからこそ、なんだろうね、こう選抜が近くなったのが自分の実力なのか、はたまたそれはただ人がいなくなったから自分が必然的に近づいただけなのか、私は今の自分って後者なんだろうなって思っちゃって、なんか何もすごくないんだろうなって思っちゃった。
ね、正直自分で掴んだお仕事とかはたくさんあると思うし、私だからできたこととかももちろんたくさんあると思うけど、でもそれと選抜はまたまあ別なわけで、そう、なんかダメなんだろうなって思っちゃった。この程度でそんなこと言ったら、だって今の自分が入っても選抜に多分人がいなくなったからだろうなって言われるのが目に見えてるから、うん、初めての星も多分エミリーさんがいつも出てるポジションに私が選ばれなかったのも多分実力がないからだし、誰が選んだか分かんないけど、エミリーさん本人なのかマネージャーが、うん、選んだのか分かんないけど、メンバー見たら先輩っていうか歴的には私かいおりとかが入るんですよ。だってもう初めての星出てないメンバーで先輩メンバーって言うと私かいおりしかいないけど、そんな中どっちも選ばれないし、私こう選抜入りたいっていっぱい言ってる私が選ばれないってことは、まあ多分実力がなかったんだろうなと思って、なんかそういうとこがすごいしんどい。まあだからどこかで自分が選ばれるって思ってたとこも多分あるんだろうね。まあだから本当にどうしたらいいんでしょうね。わかんないよね、本当ね。自分じゃないんかって、私じゃなかったんだ、私じゃダメだったんだなって。だし、そのコールも別にそのこういう風にやってみたけど、私のファンの人はもちろん頑張ってくれてるし、別に私のファンの人が悪いとは本当に1ミリも思ってないけど、ただやっぱそうじゃない人にこうやって支持してもらえないっていう、いうのは本当にただの実力不足なんだろうなっていう。まあ、確かに私って好き嫌い分かれる人間っていうか性格だから、王道アイドルとかじゃないし、そうだからなんかね、それはみんなに好かれてるとは思わないし、みんなに好かれるなんて無理だろうなとか思うけど、でもやっぱこれが自分の実力なんだろうな、めっちゃ思っちゃった踊りながら。あとレディオネームの最後のウェーブをファンの人がやってくれないから悲しい。リナとカレンレン頑張って走ってるのに誰もウェーブしてくれない。ちょっとしてくれるけど、ちょっとしてくれるけどあれ何のために走ってるかわかんない。ウェーブしてくれないと選抜はグラビアが違う。何ですか、じゃあおっぱいちっちゃい私は選抜に入れないんですか立った方がいい。いや立っちゃダメ、あれはウェーブやらないとからの、あんまりかな。なんか私がこうしながら走ってる感じだとあんまりかな。ふーって言ってくれる人はたまにいるんですけど、そうマジでたまにシーンって時があって、これもしてくれないし、風もない時って本当に何のためにあれ走ってんだろうって思いながら走っちゃう時ある。でもどうなんでしょうね。ね、どうしたいんだろうね、あれ。分かんないや。
るみにそれさせてみたら、じゃあクルタンにしてって言ってみたら、あれは立ち位置でやってますから、別に私があれやりたいですって言って言ってるわけじゃないし、声をかける、掛け声をかけてるんだけどね、一応煽りじゃないけど、皆さん一緒にウェーブお願いしますせーのって言ってるんだけど、うん、寂しいな、ちょっとウェーブがないのは、しょんぼりしょんぼり。まあ、でも結局そういうことだよね、クルタンにやらせてみろってことはお前だからってことでしょ、クルタンが言えばやるんじゃないって、まあそういうもんですよ。動きが早いと思う。だってあれ、あの曲のあの時間内に反対側につかなきゃいけないんだもん。だからあれが適切な速さなんですよ、実は。あ、鼻がかゆい、めちゃくちゃ鼻がかゆい。どうしたらいいんでしょうね。テロップに書いとこう。今日は一段と negative です。目印入れよう。まあね、そうだよね、難しいよね、そうだよね。よいしょ、おかわりますか。おかわりがない。あ、お腹鳴った。うん、公園楽しいんだけど、うん、なんかどうしていいか分かんなくなる時がある。声もそうだし、てか、本当になんていうの、ありがたいことにその仕事をたくさんさせてもらってるからこそさ、こう公演とかとの自分のなんていうの、ギャップ、お仕事量と自分の今立ってる立ち位置のギャップが激しくて、そこでやっぱ落ち込んじゃうのかも。すごいありがたいことたくさんさせてもらってるからこそ、自分ってなんだろう、こんなすごいんだみたいなっていう風に過信しちゃうんだろうね、自分自身で自分のことを。でもね、みんなが公演楽しい時ってやっぱりファンの人がいっぱい来てくれてて、
名前呼んでくれたりとか、そういうのがやっぱ楽しいし嬉しいんだよね。喜んでもらうのが好きだから、私は。名前呼ばれる席の人の反応どんな感じ。今日の人は落ち着いてたね。結構いろいろいますよ。うちはわーって振る人もいるし、嬉しそうにニコニコする人もいるし、割と落ち着いてる人もいるし。今日のファンの人の名前、私のファンの人の名前でもいたからさ、俺私のファンの人かなと思った。違った。あれニックネーム NG だから、一回本名嫌だからかキャンセルした人いるもんね。そうね、今日の方はでもお見送りとかでもちょこちょこ来てくれるから、いやだけどお見送りとかでもそんなわーってなってるイメージなかったから、イメージ通りの方なんだなって思いながら、うん、くにゃちゃんコールはねそんな変わんなかったかな、言うほど分かんなかったかも。嬉しくなって手を挙げてジェットコースターみたい、うわあ、はあ、本当にもう疲れちゃった。みんな自分で思うんだけど、自分のこの体の大きさに対して溜め込んでるっていうか、持ってるストレスの大きさが大きすぎると思うんだよね。ライククリーンだから48番に縁がないかな。あ、いやいたよ、あのキム・ヨンソクさんだったかな、だった気がする。確かいたよ、一回やったもん、韓国の方で。難しい、わかんないよ。いっぱいいっぱいため抱え込んじゃう。今すごい重たい。いっぱい自分の上にすごい大きい大きい岩みたいなのを抱えてる感じ。ドーンって持てないもん。3階席って着席じゃないの、一応立っていいの、怖くない。重たいよね。皆さん今日も可愛かったねありがとう。ストレス発散法はないね、正直。私気づいたらもうバンって爆発して、もう一人で部屋でシューってなってるから。みんな座ってた。あ、やっぱり3階席って立つの怖そうだね。うん、
壁壊してやんだよ、壁に穴開けないもん。リナはニコ生の時のクイナの私服おしゃれだったの。私ああいう時ちゃんとおしゃれな服着たい人なので、やっぱファンの人もいるわけじゃん。だから可愛い服ちゃんと着たい人なので、可愛い服にしました。ちゃんとこう言ってみたい。ああぜひ来てください、よければ。オチ担当なのは嫌とかない。まあ別にそれはそれで美味しいと思ってるし、正直公演の MC とか楽屋でおちゃらけてる私は別に本当の私じゃないから、まあ本当の私じゃないって言い方したらあれなんだけど、まあなんていうの、2つの私がいるから、そのもう一人の私だから別の私ではないの。今の私とは別の私だけど、でも、まあ、その私も偽物ではないから、そうだから別にまあ嫌とかは言うほどないかな。うん、表向きのキャラ、まあそうね、でもちょっとすごい印象悪いね、表向きのキャラってそうでもなんていうの、みんなのための私と自分のための私みたいな感じで、もだからといってそれがどっちも作ってるとか嘘っていうわけではないんだよね。だからどっちも嘘でもないし、どっちも自分なんだよね。なんだけど、そのみんなが喜ぶ私と私を守るための私みたいな感じ。だからメンバーとかこう人付き合いをしていく上で、なんだろう、一番いいというか、みんなから、そう、外向きの、そうね、外向きのリナ、みんなが好きなリナと内向きというか、まあだからファンの人には、割と私のファンの人はこう内向きバーは出してるからあれだけど、そうって感じ。だから別にどっちも嘘じゃないの。どっちも私なのよ。いいのよ。でも私はチヤホヤされるより、そうやってオチとかの方が美味しいし、美味しいしっていうかの方がやっぱみんな楽しいし、いいのよそれで。まあただあまりにも雑な扱いをされすぎるとちょっとムカッときますけどたまに内向きの私が出てきちゃってムカッてすることもあるけど、でも別にそんな、なんかあれよ、なんていうの、そんな傷ついてるとかはないです。傷ついてたらもうとっくにやめてると思うし、このキャラというか、でも守りに入ると思うから、自分でもブランデー飲んでみたいめちゃくちゃウーロン茶やねん。ウーロン茶大好き。あらやん、マグロありがとう。マグロって当たりそうだけどね。でもこの前のニコ生のやつとかはさ、やっぱりこう最後ヨピさんがいけいけって言ってなんかね、してくれたし、ヨピさん優しいよね、ああいうとこでこうやっていけいけってやってくれるのでもやっぱりああいうのって、やっぱ先輩がやっぱさ、七期生ちゃんももちろん可愛いし面白かったんだけど、やっぱまだこう離れもしてないからこそさ、やっぱこう先輩とかが積極的にこうやってちょっとなんかおもろいというかオチみたいなことをやってあげた方がいいのかなっていうのは絶対あると思うから、だからああいう時は積極的に言った方がいいのかなと思って。まあ、できるならあの司会の場所に立ちたかったですけど、私はなかなかね、ああいう司会とかに選ばれることないので、うん、そうだから、だからもうああいうとこでも自分も
自分もまあ美味しいじゃ美味しいじゃないですか、ああいうのすると一応映るし。お誕生会のしか1回だけあるね。ただ1回だけだったね。でも私司会をさせてもらった経験がほとんどないから、研究生公演でも別に司会やったこともそんなないし、なんか司会っていうものをさせてもらった記憶がない。ほんとだから前半後半 MC ちょっと司会するぐらいだと思う。なんかなんだろう、博多誕生会とかじゃなくて普通にニコ生の同期のやつも私司会やったことないし、だから経験がないんだよね。もっとこう経験を積みたいなと思う司会の。なんかまたさ、こうなんていうの、前後半 MC とかの司会とこうニコ生とかああいう台本がある司会ってまた別だと思うんだよね。メルコさん、あ、アイスタワーありがとう、ありがとうございます。そうだから本当になんかああいうちゃんとした企画ものとこういう前後半 MC みたいな MC の司会またちょっと違うから、そうだからなんかそういう経験を積みたかったなって思う。そうそう台本があるやつないやつ。でも本当に選ばれないんだよね司会に。なんかでも前なんていうの、研究生の時に私も司会させてくださいって言ったら、経験がないからねって言って、だから経験を積ませてくださいって言ってるのっつってそのマネージャーさんはもういなくなっちゃったからもう言えないんですけど、じゃあだからさせてくださいって言ってんのって思いながら、あ、そうなんですね、わかりましたって言って、みんなも司会したいって言ったことあるんだけど、だって研究生なんてさ、それは経験あるわけないじゃんで今でも結局そうなんだよ、経験させてもらってないから。だから私が本当に喋るのって言ったらマジラジオとで MC とか、まあ、外仕事ちょっとさせてもらうとかそういうのでやってるだけで、司会っていうものをそんなにしないから。だからさ、スポーツオブハートで副司会みたいなさせてもらったじゃないですか一回。だからその時もまああれ副司会だったからほとんど何もせず横に立っててニコニコするポジションだったからなんだけど、でもなんかいざ本当にちゃんと司会ですみたいなメイン司会とかになった時、いつか何かとかでさってなった時にさ、経験がないと困るじゃないですか。ありがたいことに本当にいろいろ外仕事させてもらってる分、そういういざとなった時に経験が活かせるってか経験を活かして頑張らなきゃいけない時ってたくさんあると思うんだよ今後。ただ本当にね、司会がねないんだよ経験が。そこはちょっと経験積みたいなと思ってる自分的にはね。じゃないと今後の自分は困りそう、コンサートの MC もね別に私が選ばれるわけでもなく、おいたいべ司会の時アナウンサー、そうそうアナウンサーさんだった。司会は逆に会話に入れないから話をするね。じゃあ愛知よな、じゃあ愛知やってんのよ7期の時に。だから私なかなかできない。でも私より適任がいるから仕方ないんでしょうね、ほんとそこに関しては。結局できる人が選ばれるから仕方ないんだよ。でも仕方ないで本当に済めばいいんだけど、仕方ないじゃ済まないんだよね、やっぱ私の向上心というかこの気持ち的には。
誕生会でもそうね、後輩がやってるから、でもそこは後輩がやっぱ伸びるために大事なのかなと思うからね。うん、まあなんかそこは仕方ないのかなって感じだね。ただ11月の司会が誰になるか気になるとこだよね。11月7期生全員7期生のコーナーの司会は誰がやるんだろう。エイカさん当たりありがとう。まあでもどうなんだろうね、人それぞれやっぱ話し方があると思うから。11月12日、一緒じゃない一緒じゃない、今回から11月、なんなら11月今までいなかったから、あーあれか、同じ日ってことか、多分同じ日だと思う。11月と12月は今日誕生日です。あ、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアエイカさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。24歳、おめでとうございます。待って、お茶飲みすぎて気持ち悪い、お腹タプタプ、あ、ごめんなさい。年齢まで把握する、いや私と同い年なの、私の保育園の同級生なのこの人私の保育園の同級生だから年齢知ってるの。そう、まさかの、そう、私の保育園の同級生です。そう、オンラインで再会しましたオンラインで覚えてるって言われて、覚えてないよって言ったら保育園の同級生の〇〇ですって言われてあれってね、世間狭いよね、めっちゃ思う、それびっくり。そうなのよ、配信見られてるくさ、いや何とも思わないね別に。てんてこちゃん食べてありがとう。それで思い出せるのすごいね。ユロンチャってメーカーによって癖があるの、これアマゾンで、アマゾンメーカーかなんかのやつだった気がする。歯に元気ないの。劇場にはね何度か来てくれました。もう保育園の同窓会とかないからね保育園の同窓会めっちゃおもろいよね、あったら。なんか前ね企画してたっぽいけど、そう、でもさすがになかったっぽいよ多分、私が分かんない、この仕事ついたから呼ばれなくなったのかもしれないけど。最近私自身がむしゃらに上にがなくなってきたので刺激になります。本当？逆に私はもう上にっていう気持ちが強すぎて。高校の同窓会はありました、一回行った、みんなに多分報告したと思うけど配信で。まあでも案外みんなは話しかけてこないよね、ちょこちょこ話しかけには来るけどさ。給料だけ上に上に、いやそれはね多分みんな思ってんのよ。もうほんと疲れちゃうわね、みんな。めっちゃカラオケ行きたいなって思ったけど、ちょっと疲れてさすがに無理だな、お茶飲みすぎてお腹タプタプすぎてちょっとあんま動きたくない、正直。
福岡に引っ越すか諦めちゃったの。いやでもカラオケ行くよりここでみんなにチヤホヤされた方がいいやん。みんなチヤホヤして今みんなのこと。明日は稽古かな、多分。多分っていうか多分ほぼ確で稽古だと思う。うん、ポって言った音。バレたら波紋なんですけど、そんなあれなの？別に J1 と J2 で違うからいいんじゃない？なちゃん僕そうだよ、なちゃんアイドルだよ。かわいいかわいいアイドルなの。舞台までそう2週間切ってんのやばいよね。怖ーいどうしましょう。舞台の追加販売分チケット完売。あ、そう、千秋楽の追加販売分が多分完売したみたいです。ありがとう。みんなデジタル花も待ってます。また2週間後に福岡来ますね。舞台かな。でもカメラ持ってるならさ、トリニータ来てほしかったけどな。多分舞台だよね、来るの。デジタルの話、シュリトも送ったわ。ありがとう、ありがとうね。でもな、今日たまに眉毛が下がっちゃった。って言ったおい、すごい、ペンギンがすごい、なんかアイスになった。ん、違うな、アイス。ん、なんだこのペンギンなんだこのペンギンって。最悪最悪、一番最悪、アイドルとして一番最悪。デジタルの花送って31舞台に、ありがとう。山口線ゴール裏から見届けます。ありがとう、頑張ります。なちゃん、どんな感じでも、うん、どんな感じになるんだろう。取りに行った今回はすごく魅力的で、ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいわ。何曲ぐらいするんだろう今回は。前回5曲ぐらいだったもんね。HKT 中東寺さん食べてありがとうございます。すみさんお城ありがとう、ありがとう。トークはないと思う。次回この頃はりなちゃんでいいの。りなちゃんにしようかな。クリナでもあんま言うて変わん、でもファンの人がどっちかだよね、言うて。では1、2の2回見に行きます。よろしくお願いします。ネノファー、 NHK 山口は中継ってだけど NHK 大分で中継する。え、中継って OK なの？それダゾーンじゃなくて、ダゾーン独占じゃなかったの？今週末はクリナコース、ありがとう。5人ですし、5曲それぞれセンターやる感じ。いや関係ないと思う。だって前回行った時、前回行った時そういうわけじゃなかったの。恋チュン
センターだったし、私は恋チュンと何やったかな。まあでもまあ大分のイベントとはいえそうだよね、ファンの人はいろんな人のセンター見たいもんね。まあでもそれはそう、それはそうなんだよな。デジタルのお花今回もありがとう。たまにローカル局でやる、あそうなんだ、ダゾーン独占かと思ってた。でもなんかうん難しいよな言うて。なんだかんだ結局だから人気が伴ってないからダメなんだよ。全員センターの時、いや博多でしょ、いたんだけど私たちは F24 メンバーでは一応ないので、やばい爪のキラキラがどんどん剥げていく。ああでも思っちゃうんだよね。でもなんかちょっとした言葉でも、ああ私よりそっちの方がいいよねってめっちゃ思っちゃう、ファンの人の。でもちゃんと書いてる、だから書いてるから、ほら今日一段とネガティブですよって、先に私注意書きしてるからね、ネガティブすぎるって今日怒られても知らないよって先に書いてんだから先に書いてるんだから。そうでも思っちゃうんだよな、なんかやっと手に入れた私手に入れたって言い方するのもちょっとあれだけど、やっと私がやりたいなって思ってたお仕事させてもらえて、でもやっぱこう私のファンの人じゃない人はやっぱりこうなんだろう、私より他の子がいろいろしてるとこ見たいよなみたいな、センターとかもそうだし、なんかあんまりなんだろうなって。まあでもなんて言うんだろうね、仕方ないよね、だってそういうもんだもんね、だから選抜に入ってるわけだもんね、そういうふうに求められてるからこそ。なんかすごいよね、だってさ特に後輩とかだってさ4年ぐらい違うじゃないですか、歴が。だって今2年おめでとうだったじゃん、うちら今6年目じゃないですか。なんかそれでさこんなにさ差がつくってすごいよね。もうこっちの方が6年間もやってたのにさ、あのこんなにももう差がついちゃったんだと思って、後輩ですら。先輩はまあまだ先に入ってたからっていうあれがあるけどさ、後輩なんて自分たちの方が先に入ったのにさ、あーみたいな、なんかそうだよねって思っちゃうすごいなーって、シンプルになんかそのネタガチで妬みとかではなく普通になんかすごいなーってめっちゃ思っちゃう。こんなに歴に差があったはずなのに一瞬で起こされて、なんか何やってんだろうな。なんかね不甲斐ないというか情けないというかダサいよねでこんな落ち込んでるわけじゃないですか、マジでダサいよね本当に。何してきたんだろうねって感じじゃん。本当に悔しいというか
悲しいというか、なんて言ったらいいんですかね。先に言っとくからね、今日もネガティブな日だからね、先に言っとくよ。てか書いてるからね、もう。まあでもコロナ期間があったとはいえ結局同じぐらいじゃない数は。だからなんか私じゃできないんだってことが多くて落ち込んじゃ、私じゃなくてもよかったんだって。でもなんか、でもなんかさ、例えばさ5期生でさ大分のイベント行った時とかってさ、クルタンとかイオリとかよく結構言ってくれるのが、リナのおかげだねってすごい言ってくれるんですよ。すごいそれって嬉しいなと思って、私が頑張ったからこうやってこう一緒にメンバー連れて行けて、こうなんていうの、一緒にみんなで楽しいことできる、できてよかったなって、頑張ってよかったなって思うし、しかもそうやってこう口に出して言ってくれるから、リノとかもよく言ってくれるんだけど、すごい嬉しいじゃないですか。でもなんかそうやって言ってくれる人がいる分、逆にこうなんていうの、なんかその大分のイベントで私とまた別の何人かいる時に、まあなんかなんて言うんだろうな、でもこれも言うとなんか強欲なのかな、なんかその、うーん、でもこれは言わない方がいいのかな、でもそうだよね、別に私のおかげじゃないもんね。だって大分、逆に私が大分出身だから大分の仕事をいただけてるだけで、私だから仕事をもらってるわけじゃないもんね。なんかまあそういうふうに言ってくれる子がいる分、ファンの人、そういうふうにすごい言ってくれるのよ。その子たちのファンの人とか特によく言ってくれるんですよ。あ、なんか姉ちゃんのおかげで、その姉ちゃんのおかげでこの推しメンが大分に来たとか、あ、すごい嬉しいなって思う反面、逆になんかその子だけの実力、その子の実力で選ばれたってその言われると結構しんどい。ああそうだよね、私なんていなくてもよかったよねってめっちゃ思っちゃう。別に私いなくてもそうだよねみたいな、その子さえいればこのお仕事も出たよねとかめっちゃ思っちゃうんだよね。そんなことはないな、そんなことはないかもしれないのも分かってるんだけど、まあでも強欲なんだろうね。そういうことを言ってくれる子がいるからこそそういうふうに思っちゃうっていうのって、やっぱ私があれなんだろうな、欲深すぎるんだろうな。いや私みんなが喜んでくれるからこういうことしたいとか、こういうこと頑張りたいって思う人だから、なんかそういう風にだから言われるのが嬉しいの、みんなのおかげだよって、だから頑張れてるみたいなとこもあるんだけど、自分がやりたいっていうのもあるけどね、もちろん大分の仕事で。でもね、でも本当なんか6年やってきた割には経験値がなさすぎるんだよな。本当に何してきたんだろうって思うぐらい自分ができなさすぎて、例えば煽りもまあダンス歌とかまたまあちょっと一旦置いといて、そのアイドルとしてというかコンサートとかでの立ち振る舞いとか、なんていうの、瞬発力じゃなくて
対応力、その場での臨機応変さとか、なんか6年間で私って何やってきたんだろう。だ今だって多分コンサートでセンターで煽ってくださいって言われても多分そんな簡単にすぐポンって言葉も出てこないし、煽るなんてできないと思う。でもやっぱできる子はできるじゃん、胃袋だったりとかさ、もちろん先輩方もそうだしさ、でもできないってことは本当に何も経験してこなかったんだなみたいな、すごいそれが悔しいんだよね。やっぱ私のやっぱ憧れ、あえてアイドルが好きだからこそさ、憧れるアイドルってやっぱこう煽ってコンサートでキラキラしててとかさ、なんか自分って本当にそんなんじゃないんだろうなとか思っちゃう。すごい落ち込みます、しょぼーんって感じ。まあお腹、お腹タプタプ、喉乾くけどお腹の容量がもう足りない、お茶もう無理、気持ち悪い今、ピューってなんかマーライオンみたいに出てきそう。まあ自分で言うのもなんですけど、多分立場を与えられたら与えられた分頑張る人だから、まあ与えられなくても頑張ればいいんですけどね。でもなんか煽りなんてさ、そんな機会がなかったらやんなくない？家で一人で煽りの練習とかする？煽らないのに家で一人でみんな盛り上がってるとか言って絶対しないじゃん煽らないのに公園の煽りもなくなったし、じゃあ家で煽りの練習しようかな一人で今後ね。もしかしたらちょっと近所迷惑ですって怒られるかもしれないけど、家で煽りの練習するね一人で、曲かけながら。公園って煽りないっけ？ないっていうか、なんていうの？ちょっとある。MC の前後とか。ぐらい。タカさん、アジ、ありがとうございます。かな。そうね、深夜はやめとこうかな、じゃあ。やめとくわ深夜は、さすがに怒られちゃうね。平日の昼間か、確かに平日の昼間なら基本的にいなそうだしね、みんな。明日何時なんだろう。明日16日だよね。明日は、うん、うん、ゆっくり。意外とゆっくりめだな。あ、HKT 箱押したいさん見てなかった、ありがとう。でも外れって書いてるありがとう。私コンサートの夜公演の写真見てるけどめっちゃパンパンじゃない？なんかすごいクソデブだね。めちゃくちゃパンパンなんだ。なんでこんなに顔私パンパンだったっけ？むくんでるかな夜公演だから。おもろいな。めっちゃおもろいぐらい顔がパンってなってんの。
写真。明日朝7時の飛行機でそのまま仕事行く、やばすぎ。めっちゃあれやな、私結構明日ゆっくりだわ。いいぞ絶叫。やだ絶叫苦手、絶叫やだ。うん、ペタプリッとしてる。いや、でもね、この写真に関しては本当におもろいぐらいね、パツパツなんですよ。びっくりびっくり。面白いぐらいね、パツパツなのよ。困ってる。今やっとアンブレラのフィルムできました。いっぱい撮ったんだね、ありがとな。どうして見てるのかな、基本的に全部パツパツしてんだよね。今回のコンサート夜、お昼はまあ顔面ガン出しだったから何とも言えないけど、前髪もないし、よいしょ、あいたたたたたた、もうなんか疲れちゃったなんかネガティブなのも疲れた、もうもうなんか何言うのも疲れちゃった、もう眠いってかね、あくびがめっちゃ出るだけ、眠くはないんだ。チョコラ BB 飲もう、みんな見ててチョコラ BB 飲むからね、ほらみんな見てみ、ほらチョコラ BB だよ。米粉のシーンっていつまで欲しい？あ、全然ない、全然ないから大丈夫。お風呂入らなきゃいけないんだよ、めんどくせえ。お風呂ってめんどくさい。じゃあお風呂がめんどくさいっていうか、なんていうの、お風呂はいで殻がめんどくさい髪乾かしたりとか、あとスキンケアしたりとかめんどくさいんだよね。でもこの汗っかきな状態でさ、お布団入るとお布団が死ぬから、さすがにお布団ちょっと臭くするわけにもいかないじゃん。いやね、10分以上かかるの。だから私はお風呂上がったらまずスキンケアするじゃん。でちょっと一旦ソファーに座るんだよ。もうタオルドライからの乾燥ごときじゃん。10分とかで足りないから一旦ちょっと自然乾燥させてみるっていう、ボケーっとして。そう、最近肌荒れがすごくてさ、なんかめっちゃ肌荒れしてんだよ、ニキビがね3箇所できて、ここさ三角形、夏の大三角形できてんの、マジ困る。私も毛量少ない方ではあるんだよね、この長さの割には。なんだけどそれでもやっぱね、あれだから、そうだからね、ほんと困ってんの。ニキ最近はほんと肌荒れもすごいし、なんでだろう、今までニキビできなかった分今からできるのかな、めっちゃ嫌だな。ドライヤー固定して乾かすと結局自分が動くことになるの、こう自分の当てたい場所に当たんなくて、風がだから意味ないのよ、ピエンピエン。
指輪欲しいな、指輪。高校生の時は、ね、今だけ高校生の時逆に全然できなかったもん、私びっくりするぐらいニキビできなかったんだよね。肌質が天才だった。ただ今はできるよねって。困っちゃうわ本当に。なんで今になってできるかなっていう、このさ昔であんまできたことない分さ今さできてださ、こう対処法が分かんないんだよねニキビの。だからね結構困っちゃうんだ今できると。あちょっと待ってみたいな、分かんない分かんない直し方って思って。ストレスのせいなのかな、どうなんだろうね。でもなんかさ何でもストレスって言っちゃダメなんだろうなと思ってさ。みなちゃん思う。何でもするさ、あ逆に20過ぎたからニキビできるんだったらほとんど大丈夫。もう分かんないよねマジで。うわなんかアリエク見てたら気持ち悪いチーカーの人形出てきた。これアウトやろ完全に。何じゃこれ気持ち悪い。おでこにねオイル落とすやつ、なんだそれ、おでこにオイル落とすやつ、何それ。おでこにオイル、えアーユルヴェーダ、何それ、初めて知った、何それアーユルヴェーダ、妖怪のせいじゃない。あ一時期流行ったね、妖怪のせいなのね。そうなのね。ウォッチ今何時、23時18分、ウィッシュ、インドのマッサージ、インドのやつ、古代マッサージじゃなくて、なんだっけそれ、なんて読むっけそれ、なんとか式マッサージ、古式、あそのまま古式でいいんだそれ。終電になっても、あやばいやばい、急いで急いで終電逃したらしんどそうだね。私今まで終電という概念をあんま味わったことがないからあれだけど、ストレスとか落ち込むとか自分の趣味なんだと思うとすごい抜け出せる。
ああもうそれ自体がってこと、それを感じることが自分の趣味なんだと思うってこと、それすごいな、なんか新しい考え方だね、てかあの新しすぎるな。りなちゃんの脳内がびっくりしてる。博多からホテル目指される、ホテルがどこなのそもそも、それによるかない。中須川端、ああまあ博多か中須川端はそうでもないかな、まあまあでもまあまあ公園みたいだとちょっとしんどいかもな。酔うと気が大きくなり終電気にしなくなりタクシーで帰って翌日を使います。うわバカバカ、博多から宿向かってます、こちら近くです。逆にあなたはどこなの、逆にあなたはどこなのかい。赤坂です、赤坂か、赤坂ちょっと距離あるから地下鉄だな、さすがに博多から赤坂はまあ使いたくない。いやもう あれ使えばいい、なんでみんなチャリチャリ使わないの、福岡にはチャリチャリっていうクソ便利なものがあるのに。目覚めたら福岡空港駅だった、最終電車で、うわー最悪最悪めちゃくちゃ最悪。まあでもそっから、まあ、地下鉄出たけど博多まで5分だし地下鉄だったらね、まあ、タクシー頑張んな、チャリ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 、あ飲んでんのか、飲むな飲むな飲むな、そうかみんな飲めるもんな、私が飲めないからあれだけど、みんな飲める人たちだもんな、そうかそうなっていくと私は飲むわな、乗れんわなチャリ。取引からお家に帰ってきました、博多の取引行ってたの、楽しそうだあのチャリチャリ見たけど使い方違うかな、アプリ入れてバーコード読み込む、バーコードとか QR、 ただそのクレカ決済だからクレカがないと使えないよって感じ。みなちゃん電車やバスで寝過ごしたことあるよ、バスバス寝過ごしてあの最後の場所まで運ばれたことある、停留所みたいなとこまで、でなんか確認してきたバスの運転手さんから、えってびっくりした、いやいや最終地点で確認してくれよって思って、私もびっくりした、え何ここどこって思って、起きたらバスの運転手さんお化け見たみたいな顔で、えってじゃ待って待って待って、こっちはびっくりするの、なんであれ最後後ろまで確認してくれないんだろうね、なんで確認せずによし降りたぞって思って停留所まで行っちゃうんだろう、確認してくれたら分かるじゃん、リナいるの絶対。あれと嘘だと、また席が一番後ろの方だったからかもしれないけどね、閉じ込め、いや本当にそう閉じ込められたらあれってどうしたらいいんだろうね、警察に通報すればいいのかな、えバスの中に閉じ込められましたでもさあれさ電車とかが一番怖いだろうね、まあ、電車とかもっと確認あると思うけどさ、回送列車とかでさなんか怖いなんかあのトンネルの中とかに入れられたらめちゃ怖いよね、車庫みたいなとこに入れられたら、クラクション鳴らす、えあれって鳴るの、鳴る鳴るか、鍵刺さってなくてもえ鳴る、たまにあるやで、えあるの、確認してよあれってさ運転手さんちゃんと確認しないとダメなの、それとも
別に電車は仕方ないの、いっぱい車両があるから。起きなかったはまた別としてさ、誰かしら確認する、確認するよね、起きなかったのかな。でも今ってあれらしいね、タクシー運転手さんとかもさ、寝ててさ、こう家のとこまで例えば送っていくとするじゃん、でこうタクシー、男性のタクシー運転手さん、女性の方、お客さんとかでお家着いたけど電水してて起きないとかの時に体揺すったりしたら、それだけでセクハラになっちゃうからさ、警察とか呼ぶしかないらしいね。めっちゃそれタクシーの運転手さんに話聞かされたというか聞かせていただいたそう、なんかその、まあ、キャバクラで働いてるお姉さんをお家まで送ってったけど全然起きなくてただでも触れないから声かけたけど全然起きなくて、結局近くの交番まで連れてって警察の方に起こしてもらったみたいな。っていう話を聞いて大変だなと思いました。だから寝かせないように話しかける。そうなの、だから話しかけられるの。起きるよ、ちゃんとリナは。ちゃんと起きるので話しかけないでくださいって張り紙しとこうかな。いや別にいいんだよ、普段は楽しくおしゃべりできるんだけどさ、振り声確認したい時とかさ、どうしてもちょっと眠たい日とかあるじゃん。ああいう時にこう結構お話が長くなるとね、ああちょっとしんどいなしんどいなってなっちゃうんだよね。新幹線で過ごしたらどうなるんだろうね、やばくない？もうどっか行っちゃうやん、めちゃくちゃ遠くまで行っちゃうやん。さすがに新幹線で過ごしたらもう終わったな。金額もさ、バカみたいに跳ね上がりそうじゃない？新幹線で過ごしたその目的地まで戻れるんじゃない？え、そうなの？鹿児島温泉だってね、過ごしたら、あー確かに戻れる新幹線。でもなんか言うよね、よくさ電車とかでもさ、乗り過ごしちゃったら正直に言ってくださいみたいな、言ったらなんか戻れることもありますみたいな、なんか言わずに勝手に戻ってきてさ、反対のやつに乗ってさ帰るのが一番良くないってめっちゃ聞いたことある。それ犯罪だよって。ほんと怖いだろうな、そんなことになったら、え、どこなるよねシンプルに。友達が寝過ごして文字から小倉まで夜中歩いて怖い、やだ。最高で17駅ですね17駅もうおしまいやん、それ。何分ぐらい寝過ごしたの？私がでもほんと最近寝過ごしたなんて一昨日のショールームぐらいだからね。あれーってなるだけで、それ以外寝過ごした記憶ないな。鹿児島本線ってどっからどこまで行くっけ、一番端。乗り換えとか関係なかった。久留米、博多から久留米。しかもさ、一番嫌なのってあれじゃない、急行とかさ特急とかじゃなくてさ、あの普通列車で乗り過ごすの、普通列車で寝るのめちゃくちゃ嫌だよね。自分だったら文字庫、あ文字庫か、
なんならソニック、ソニックは大分だから大分行く人が多いからいいか。でもソニックでさ、あの小倉まで行きたかったのにさ、寝過ごしてさ大分まで行っちゃったらめっちゃかわいそうだよねめっちゃ時間2時間ぐらい無駄にしてるから埼玉まで、わお。無人駅ってどうしようもないね。座席ひっくり返すか気づくんじゃない。まあそうね、私でも起こされたことあるよ、座席、あのマダムに起こされた。すいません、ちょっと座席入れ替えたいんですけどって言われた。ごめんなさいって言って、めっちゃ眠くて寝てたよね。起こされなかったら私マジで全然寝たままだったと思う。右車線で一瞬意識飛んで左車線行った時はさすがに、いやー怖い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 、マジ怖い、やめてめちゃくちゃ怖いじゃんそれ。それは良くないね。車の運転とかもでも気使うから怖いね。よし、そろそろ終わろうかな。そろそろ眠くなってきた、本格的に。よいしょ、頭についたピンを外します。ゲームしてて降りれなかった嘘だまさかのゲーム、高速走ってて気づいたら隣の子、怖いよ、やめて、みんな生きてね、また会おう。じゃあ13位統一太郎さんありがとうございます。12位しゅんくんありがとうございます。11位もりちゃんありがとうございます。11位てんたこちゃんありがとうございます。9位エイカさんありがとうございます。8位タカさんありがとうございます。7位 HKT 箱下さんありがとうございます。6位 HKT チュエトウジさんありがとうございます。5位青白竹さんありがとうございます。4位長寿郎さんありがとうございます。3位メルコさんありがとうございます。2位スミさんありがとうございます。1位アレアンありがとうございます。ありがとね、今日は3つもタワーがいった、人気者だありがとう。ヘアピンはね汗かいてるからね、捨てるよ毎回。じゃあありがとね、また明日稽古頑張ります。じゃあね、おやすみなさーい。